こんにちは、みなんしゅです。このチャンネルでは、火山学生が地球の最新情報と元気をお届けします。さあ今日のテーマいきましょう、こちら。大地震ですね。なんとですね、皆さん。国内で、震度7大地震の全兆が出たという、とんでもない情報が入ってまいりました。まずは今日の動画の結論から申し上げておきますと、大地震が危ない場所はズバリ、合計で6カ所もあるんですね。それは一体どこなのか まもなく大地震が危ない場所について詳しくお話しさせていただきます。はい。というわけで皆様、今日もよろしくお願いいたします。まずは、震度7大地震の原因ということで見てまいりましょう。震度7大地震とは、つまりポンズが蒸発する地震のことを言います。例えば、1月1日の能登半島地震や、2011年3月11日に発生いたしました、東日本大震災ですね。これらの地震は、 本図が蒸発する、シンドナーの地震だったわけです。では、なぜシンドナーの地震が起こってしまうのか。それはずばり、プレートが跳ね返ったり、断層がずれ動くからですね。まず地震のタイプは大きく3つあります。海溝型地震、内陸型地震、火山性地震です。4つ見ていきましょう。まずは、海溝型地震ですね。地震が起こる場所というのは、 海洋プレートが大陸プレートに沈み込んでいる場所でよく地震が起こります。例えば日本はですね、このように海洋プレートが大陸プレートに沈み込んでいるためにたくさんの地震が起こるわけですね。で、海溝型地震というのはどこで起こるのかということなんですが、この海洋プレートと大陸プレートの境界のところで地震が発生します。 どうして地震が起こるのかそれは大陸プレートがここでピョーンと跳ね返ることによって地震が起こるわけです。例えば東日本大震災はプレートが跳ね返った地震だというふうに考えられております。続きましての地震が内陸型地震です。内陸型地震というのはこの大陸プレートの内部で発生する地震のことを言うわけですね。 なぜ地震が起こるのかそれは大陸プレート内部に地面の割れ目、断層が存在します。この断層がギヤーッとずれ動くことによってウーッと地震が発生するということです。例えば、能登半島地震は断層がずれ動いた内陸型地震だったということですね。そして三つ目の地震が火山性地震です。火山性地震って何ですかということですが、これは火山の地下で発生する地震のことを言います。 なんで火山性地震が発生するのか例えばですね、マグマが膨らむ時に地面がペリ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 と割れます。その結果地震が発生したり、マグマがブワッと動くと。そしたら地面が割れて地震が発生するんですね。で、この火山性地震の特徴はですね、ほとんどが小さな地震です。で、たまにね、この火山性地震が噴火の前兆となる場合があるわけです。 例えば、富士山1707年に、何回トラフ巨大地震がまずは発生いたしました。この巨大地震の後ですね、富士山で多数の火山性地震がギューッと発生したんですね。そして、火山性地震の後に富士山が実際に300年前に噴火したというですね、事例があります。ということで、このように火山性地震というのは、 噴火の前兆現象となる場合があります。ということで、地震は海溝型地震、内陸型地震、火山性地震におよそ分けることができますが、このうちですね、火山性地震というのはほとんど小さな地震ですが、内陸型地震、海溝型地震というのは大きな地震が発生することがありまして、ポンズが蒸発する深度な大地震の原因ともなるわけですね。 では、そんな大地震の前兆現象とは何なのかということで続きまして見ていきたいというふうに思います。ズバリですね、今回ご紹介する大地震の前兆とは何か、それは割れ残りと呼ばれているものであります。割れ残りって何ですかということですが、これは大地震が起きる場所なのに、大地震が起こらなかった場所のことを言いまして、大地震がね、起きることがあるんだと。 一体何を言っているんだって思われた方いらっしゃると思いますが、実際のですね、事例を見ていただきましょう。割れ残りで起きた巨大地震ですね。それが1995年の阪神淡路大震災であります。マグニチュード7.3。ポンズが蒸発する震度7の大きな地震でしたが、実はですね、皆さん、この阪神淡路大震災って意外にも 割れ残りで大地震が起きた説というのがあるんですね。えーって思われた方いらっしゃると思います。では、詳しく見てまいりましょう。まず、阪神淡路大震災を引き起こした断層ですが、この赤線のお,およそ、六甲淡路島断層というね、大きな断層で、1995年に阪神淡路大震災がブワッとね、発生いたしました。 で、実はですね、この六個淡路島断層帯なんですけど、この北側のところでですね、1596年にマグニチュード7大地震発生したんですね。で、これが今からおよそまあ500年ぐらい前です。この大地震を、慶長伏見地震と言います。実はね、この六個淡路島断層帯今から500年以上前に大地震が起こっていたということです。ところがですね、この北側でね、大きな地震が起こったんですけども、 南側ではですね、この時、起こらなかったと、大地震が起こっていない、割れ残りの状態となっていたわけです。そしてですね、割れ残りの状態となっていたさなが、1995年に、阪神淡路大震災が起こってしまったということがですね、考えられているということです。 またはその他の事例見ていただくと有名なのが、え、南海トラフですよね。南海トラフも、え、ここでは巨大地震ギヤッと発生いたしますが、この南海トラフでも割れ残りで巨大地震が発生することがあります。どうしてここで地震が起こるのかそれは大陸プレートがピューンと跳ね返ることによって起こるわけですけども、この南海トラフのプレートが跳ね返る場所は、おおよそ緑色の東海エリアと赤色の南海エリアに分かれてですね、それぞれで大地震ギヤッと発生すると。で、 割れ残りで起こった南海トラフ地震は1944年の昭和南海トラフ地震です。まず1944年に緑色の東海エリアでマグニチュー7.9の大震がギューッと発生いたしました。ところがですね、この時、左手の南海エリア、大震が起こらなかったんですね。地震が起こる場所でもあるにもかかわらず地震が起こらなかった場所、ここを 割れ残りとなったわけです。そして、この割れ残りのなった、1944年の大震から2年後、この割れ残りの南海エリアで1946年にですね、マグニチュード8.0の大震が発生したということです。ということでね、まあ、このように、割れ残りで大震が発生するということで、この割れ残りというのをですね、大地震の前兆となる場合と考えることができるということです。で、ここまで動画を見てですね、 割り抜くって過去の話じゃねえか。くくめでドギウミって損したぜ。口っちぃひえきドミクリーム塗るのにすぎしんで言うって思ってすぐの奥さん。ちょっと待ってくださいよ実はですね、こっからが重要なんですけども、本題ですね。国内にはですね、今もなお、 割れ残りが存在する場所があるんですね。で、今日ご紹介したいこの割れ残りというのは、次の大地震の候補地とも考えることができます。ということで、今日の本題、国内に今ある割れ残りということを見ていきたいというふうに思います。今国内に存在する大地震の割れ残りですが、大きく6つもあります。左から、 熊本県、福岡県、フォッサマグナ、南海トラフ、東部、能登半島沖、首都圏ですね。めちゃくちゃあります。一つ見ていきましょう。まずは、熊本県ということで、熊本といえば、2016年4月に、熊本地震というマグニチュード7.3、ポンズが蒸発する、震度のあの大きな地震が起こったわけです。なぜ、熊本地震は起こったのかということなんですが、この地震は南にあるひなぐ断層と北にある二川断層、 この二つの断層で大きな地震が起こったんですね。まずは4月14日に南の日なぐ断層でマグニチュード6.5ポンズが蒸発するシンドナーの地震が起こりました。そしてこの地震から28時間後北にある二川断層でマグニチュード7.3ポンズが蒸発する震度7の大きな地震が起こったということでこのように熊本地震は ひなぐ断層と二川断層の二つの断層で震度７の大地震が起こったわけですね。で、この注目のポイントがですね、やはり、この南にあるひなぐ断層なんですよ、皆さん。見ていただくとですね、ちょうどこのひなぐ断層の南、大地震が起こっていない 割れ残りの状態になっているではありませんかということで、ここで将来大震がギヤーッと発生する可能性がありますのでえ、気をつけていただきたいというふうに思います。そして続いて危ないのが福岡県ですね。福岡にはケゴ断層と呼ばれている大きな断層が存在いたします。この断層では2005年3月にマグニチュード7.0。 ポンズが粉々になってしまう、震度6弱の地震が起こったわけです。で、この地震が起こった場所に注目していただきたいんですけども、2005年の福岡の地震、北側の断層で地震がギューッと、特にね、発生しているというのがわかります。ところがですね、このケゴ断層というのは、南の内陸にあるんですけども、南にの断層があるのに、南は全く地震が起こっておりません。ということで、ケゴ断層の南は、 割れ残り状態となっているというふうに考えられまして、将来ここで大イがンギヤーッと起こる可能性があるということです。そして三つ目の危ない場所がフォッサマグナです。フォッサマグナとは何か、ラテン語で大きな溝のことを言いまして、この赤い部分がフォッサマグナと呼ばれている大きな溝になります。はてこんなところに溝があったかなって思われた方いらっしゃると思うんですけども、このフォッサマグナのある地域はですね、古い地層の大きな溝があるんですね。 これをフォッサマグナと言いまして、深さ約6000メーター以上もある大きな溝になっております。ところがですね、皆さん、このフォッサマグナ、今は新しい地層によって埋まっているんですね。そのためにここに一見溝があるかどうかは分からないというのが、このフォッサマグナ地域です。で、このフォッサマグナの左側の境界ですね。ちょうどですね、ここが西日本と東日本の境界となっているんですけども、 この境界のところに危険な断層が存在するということです。その断層が糸井川静岡構造線です。この糸井川静岡構造線大地震は平均で600年から800年に1回起こる、まさに日本一大地震が多い断層と言っても過言ではありません。例えば、糸井川静岡構造線が引き起こした断層といた、大地震といたしまして、ちょっと勘ですみません。 2014年の11月に地下5キロマグニチュード6.7、ポンズが粉々になる震度6弱の地震が起こったということもありました。で、この2014年の地震というのはですね、糸魚川静岡行動線の北側で起こった地震だったんですね。 ということで、2014年大震、この辺りでちょうど起こりましたが、南では大地震が起こっておらず、割れ残りの状態となっております。ということで、ここで将来ですね、マグニチュード8クラウド大震が、うわーっと発生する可能性があるということで、ここも、 危ないですよということです。そして四つ目の危ない場所が南海トラフの東部です。南海トラフの東部でございますけども、ちょうどね、割れ残りがあるということです。どういうことかというとですね、1944年から46年の昭和南海トラフ地震というのはちょうどこの西側の緑色のあたりでおおよそ発生いたしました。ところがですね、この左手のところですね、オレンジのところ、大地震が起こらなかったんですよ。で、これが割れ残りの状態と なっておりまして、ここで将来大地にぎやッと発生する可能性があるということで、こちらもですね。要注意の場所となっております。そして、5つ目の危険エリアが能登半島沖です。1月1日に震度7のポンズが蒸発する震度7の大きな地震が起こった場所でございますけれども、この1月1日の能登半島地震というのは能登。半島の海側にはおおよそ断層が1つ2つ3つ4つあるんですけども。 1>, 1月1日の大地震は断層1から3にかけてギャーッと発生したんですね。ところが断層4では大地震が起こっていないということで割れ残りの状態になっておりまして将来的にギャーッと大地震が発生するんじゃないかということです。 そして、6つ目の危ない場所が、首都圏です。首都圏には、相模トラフと呼ばれている深い溝があります。この相模トラフでは、1923年に関東大震災が起こりましたけども、実はこの赤色のところですね、おおよそ割れ残りと状態となっておりまして、もしかしたら、ここで近い将来大震がギヤッと発生する可能性があるんじゃないかということで、こちらも要注意の場所になっているということです。 もしえ、この割れ残りで大地震が発生いたしますと、ポン図が蒸発する、深度なあの地震になりますのでえ、今後もですね、地震と噴火に備えてまいりましょうということをやりました。また新しい情報が入りましたらお届けいたしますので、情報を見逃しなく、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。で、今日一番痛いのはこれ、何かというと、今日は割れ残りについて解説いたしました。 割れ残りとは、大震が起きる場所なのに、地震が起こらなかった場所ですね。こういった場所は危険ですよと。例えば、熊本県のひなぐ断層の南は割れ残りです。そして、福岡県のケゴ断層の南、こちらも地震が起こっておらず、割れ残り状態です。さらに、糸藤川静岡行線の南、 こちらも、マグニチュード8カース大震の恐れがあります。そして南海トラフの西側のオレンジのところが、大震が起こらなかった割れ残りで危ないです。そして、能登半島の北側の断層4ですね。こちら、大きな地震の恐れがあります。気をつけていただきたいと思います。さらに、関東首都圏の相模トラフの北側、北側じゃないですね。えー、左側、ここがですね、大震、うーっと発生する可能性があるということで、気をつけてまいりましょうということでございました。 今日の問題でございます。大震が起きる場所なのに起こらなかった場所を何と言うでしょうか異常震域割れ残り団子虫ゾーン宇宙のパーサットでしようかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。ほい以上が今日の放送になります。最後にご視聴いただきましてありがとうございました。これからも自信に火山最新情報と。 元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネルと高評価、よろしくお願いいたします。今回以下の内容を参考にさせていただきました。西野島 T シャツを販売しております。9月21日のメンバー限定講義は、伊豆半島と本州の衝突ということでを話しさせていただきます。メンバーの収益の一番1一地に寄付されます。メンバーの見積もを本当にありがとうございます。シーミッティビデシンジキーヌフーディーオイティジビデウィッティー、リル